魚介のホイル焼きを作っていきます。一番最初にしておいていただきたいのはジャガイモですね。ラップに包んで電子レンジにかけていきます。で、皮を剥きましたら4等分に切っていきます。ホイルをカットしていきます。ホイルの3分の1のところにオリーブオイルを敷いていきます。そしてまずジャガイモを上に乗せていきます。味の決め手のアンチョビなんですけれども、こちらを少し乗せていきます。で、次にキノコ類ですね。キノコは小さくなってしまいますので少したっぷりめに、そしてここに塩をしていきますね。胡椒を加えていきます。タラですね。アサリです。大さじ1杯の白ワインを、こちらは市販のトマトソースを使っていただいて結構です。キノコから結構水分が出ますので、ここでも少しお塩をちょっと加えてあげますね。レモンを入れていただきます。あとは仕上げにまたオリーブオイルですね。それではホイルの蓋を閉めていきますね。このように少しゆったりめに、そしてここで三つ折りに、ここは二つ折りで大丈夫です。このような感じでふんわりと包み込みましたら、オーブンの中に入れていきます。大体15分ほど焼いていただきます。で、焼き上がるとさらにここがふわっとふっくら盛り上がった感じになりますので。